満開の桜の木の下、私はあなたと。ああ、うららかな日の光と子猫ちゃんたちの笑顔、なんて儚いんだ。カオルさん、今日もめっちゃかっこいい。おや、君は。いたずら好きな春の妖精さんで、子猫ちゃんの麗しい髪に吸い寄せられてしまったようだね。この花びらはもらってもいいかい？お姫様との儚い出会いの記念にね。それではいずれまた会おう。行っちゃった。やっぱりカオルさんって素敵だな。ひまりもやっぱり瀬田先輩狙いか。やれやれ、王子様に夢中で私に気づかないなんて薄情なやつだな、ひまりは。とぼけるなって。瀬田先輩を見つめるひまりの目、ハートになってたぞ。誘われてる？何のことだ？さすが幼なじみ、私のこと何でも知ってるんだな。分かってるって。それくらいお前に言われなくたってさ。じゃあ私は部活の朝練に顔出してくるから、決
まりも誰かと一緒にお願いしてもらえるよう頑張れよ。やれやれ、みんな元気だね。夢があるっていうか、なんていうか。いや、浮かないってほどでもないけどさ、この一週間学園中あの噂で持ちきりじゃん。みんな疲れないのかなと思ってね。そうそう、私的にはそろそろお腹いっぱいっていうか、なんでそんなに大騒ぎになるのか分かんなくて。そりゃ信じるわけないでしょ。桜が願いを叶えてくれるなんて、そんな夢みたいな話、現実にはありえないって。逆にそうやって信じられることが羨ましいよ。私はみんなロマンチストというか、なんというか。っていうか、そんな簡単に願いが叶うなら誰も悩まなくない？うん、なんでも。それじゃあ私は先に行くけど、放課後の部活練忘れないでよ。試合も近いんだから。浮かれて最低だわ。だから学校っていうのはくだらないのよ。まったく、二人でだの一緒にだの、ほんと IQ が低いやつばっかりだわ。どうせ少しでも気に入らないことがあれば勝手に離れていく。隣のクラスのチュチュちゃんじゃないかな。私たちより年下だけど、飛び級して同じ学年って聞いたことあるよ。それは多分チュチュちゃんが1年に数回しか学校に来ないからだと思うよ。チュチュちゃんはテストがある時だけ登校して、オール100点を取っていく天才だって友達が話してたよ。あなた、私に何か文句でもあるの？どうせあなたたちも伝説の桜の木なんていう噂を信じてるんでしょうけど、期待するだけ無駄よ、バカバカしい。
庭の桜の木の話だよ。開花予想だと桜が満開になるのは1週間後だって。満開の桜の木の下、私はあなたと。後で一緒に演劇部の練習を見学しに行かない？お前はほんと昔っからドジだからな。どうだったかしらと聞いているの、今の歌。ダンスシーンの練習に付き合ってもらえないかな。私なんかと話してたら先越されちゃうかもよ。あなたによろしくされる覚えはないわ。これは私にとって嘘のような4月のある一日の話。朝、校門で会ったわね。あなたによろしくされる覚えはないわ。それで、私に何か用？なんてくだらない、つまらない授業に、つまらないルール、こんな場所に毎日通うなんてお断りだわ。友達ができたらなんだっていうの。別に。一つゲームをしましょう。これから少しだけあなたに付き合ってあげる。その間に私に学校が楽しいと思わせることができたら明日も学校に来てあげるわ。どうかしら、やる？やらない？外で食べるには風が冷たすぎるわ。これじゃお弁当どころじゃないじゃない。期待してるわ。
ボール遊びでしょ。興味を持ったことすらないわ。私は怪我一つないわ。オッケー、あなたの言う通りね。少し休むことにするわ。それよりもひまり、喉が渇いたわ。何か買ってきて。のう、疲れて動けないの。悪いけど、私の分買ってきて。いいから、買ってきて。がたっぷり入っているのがいいわ。なるべく早く戻ってきてちょうだい。知ろうと思ったら3回命令してみたらいいわ。3回目の命令に対する反応でその人の本音がわかる。あなたの本音は、そうね、なかなか興味深いわ。今日のゲームは引き分けといったところね。とりあえずしばらく学校に来てみるわ。確認しに来たわけ？あなたも大概暇な人ね。あのくらいで仲良くなったと思われるなんて心外だわ。
げるわ。これで元気を出しなさい。元気な人ね。それより今日はどこに連れて行ってくれるつもり？このまま学校に来てほしいなら、私を退屈させないようにしなさい。おー、ここがゲームセンター？ずいぶんとやかましい場所ね。それに、これって学校と全然関係ないじゃない。そういうの、へりくつって言うのよ。それで、ひまりはいつもこんなところで遊んでるの？くだらない。こんなの子供だましだわ。は宣戦布告と捉えていいのかしら。見てなさい、ぶっ潰してやるわ。私が本気を出せばこんなもの。だけよ。やっぱりこんなものくだらないわ。
それで何をしてたの？これってジャーキーちゃん、まさかあなた私のためにこれを。あなたが取ったぬいぐるみと交換したってこと？どうしてそんなことしたのよ。そうね、退屈ではなかったわ。それと、ゲームセンターのこと、ありがとう。それだけよ。それじゃあ、私を。人には学校に来いって言っておきながら自分は休むなんてどういうつもりって文句を言いに来たのよ。それで体調はどうなの？どう見たって大丈夫じゃないわね。色々買ってきたわ。中に入れなさい。シャラーブ、つべこべ言わずに入れなさい。改めて見るとひどい顔ね。色も真っ青よ。
謝しなさいよね。あなたは目覚めないし、家には誰もいないし、本当に大変だったわ。それよりほら、目が覚めたなら水分補給しなさい。水分が足りてないから倒れたりするのよ。あとは食事ね。おかゆは食べられるかしら。一応ジャーキーも入れてあるわ。でも何かお腹に入れておいた方がいいわ。ほら、これならどう？他に何かやってほしいことはある？今のうちに言っておきなさい。ないわね。ほら、こぼすんじゃないわよ。言わないわよ。何が面白いの？私の？うるさい！それ食べたら寝なさい！ひまり、もう寝たの？ふう、気持ちよさそうに眠っちゃって。早くよくなりなさいよ。あなたがいないと学校がつまらないわ。やっぱりここにいた。どうせあのくだらない迷信のことが気になってきたんでしょ。でも今日くらいはその迷信を信じてやってもいいわ。ひまりが信じてるなら、信じてあげてもいいって言ってるの。学校なんて本当にくだらない場所だと思ってた。近づいてくるのは飛び級だからって珍しがって話しかけてくるやつか、私のことを利用しようと思って話しかけてくるやつばかり。私が退屈そうにため息を漏らすと、
みんな怖がって私から離れていったわ。けどひまり、あなたは違った。私がいくら冷たくあしらってもめげずに話しかけてきた。肩書きを利用しようともしなかった。私自身を見てくれたあなたのおかげで学校も少しは悪くないって思えたわ。退屈だった私の世界をあなたが変えてくれたの。 Change the world。 世界は変えられるのね。これからも私の隣にいなさい。満開の桜の木の下、私はあなたと。これは私にとって嘘のような4月のある1日の話。ちょっぴりわがままで、でも本当は優しい大切な人。2人で一緒にいればきっと退屈なんて訪れない。